ピーテオは、スウェーデンのノーレボッテン県に位置する都市である。2010年時点のピーテオの人口は22,913人、都市郊外も含めた人口は2008年時点で4万1,000人となっている。ピーテオは、ピーテ側の河口に位置し、ボスニア湾の岸辺にある。都市中心部は、ハグホルマンと呼ばれる小島の中にあるが、この小島は、5表記反動で大陸のほぼ一部分となったものである。 スウェーデン北部にある周辺の土地は1年に9ミリメートルの割合で海抜が上昇している。ピーテオは魅力的な列島の中にあり、特に夏と冬には多くの観光客が訪れる。周辺地域に展開されている海岸リゾート地域はノールボッテン地方のリビエラと呼ばれ、エステティック、長く続く砂浜のビーチ、レストランやゴルフ場がある。また、釣りや アウトドアスポーツも観光客に好評である。当期にはスキーや冠中水泳などが行われている。1621年5月12日、ピーテオは市へと昇格した。ピーテオはもともと現在の位置より若干北部、現代の AA 便にあたる部分に位置していた。1666年7月、町全体が火事で消失し、続く数年間で町は 現代のピーテオの中心部を形成している小島ハグホルマンに再建された。ピーテオの新市街、1690年から1710年頃に作られた。1721年、新しい街はロシアの騎兵隊により壊滅的な被害を受けて消失し、当時より残っている建物は境界のみとなっている。視聴者があるピーテオの中心街は17世紀よりその 構造が変化していない。このような構造を持つ都市はスウェーデンではピーテオとウプサラの2つだけである。ピーテオの人口は19世紀に急速に増加した。1870年から1920年の間、ピーテオには2500人しか人が住んでいなかった。初期の人口増加の一部は1911年のエルブスビン・ピーテオ鉄道支線開通及び工場、建設、 海岸整備に貢献した。ピーテオは伝統的に林業が盛んであり、製紙工場や製材工場が多く立ち並ぶ。また、町の林業には海岸が重要な役割を占めている。ピーテオはピーテパルトという豚のひき肉にジャガイモを入れて茹で上げたダンプリング料理で有名である。また、ピーテモールと呼ばれる方言でも有名である。ピーテオには スノーモービル使用者により広く利用されるドライブスルーが存在する。2002年2月から2007年11月まではマクドナルドが出店していた。ノールボッテン県にあった複数のマクドナルドの店舗はマックスハンバーガーとの競争の末、2007年に撤退、同じハンバーガーチェーン店であるフラッススが引き継いで営業を行っている。ドライブスルーは ザトラベルチャンネルによる最もユニークなマクドナルド店舗という報道を含め国際的に報道された。フランス領であり、かつてはスウェーデン領であったカリブ海にあるサンバルテルミー島の主婦であるグスタビアと姉妹都市提携を行っている。ピーテオはセルロース副産物によるクリーンテクノロジー生産研究の重要な拠点として注目を集めている。シャムレックは 国益のガス化装置を運用しており、世界初のバイオジメチルエーテル生産工場である。スンピネは、蘇生ール油を原料とした、再利用可能なディーゼル機関技術のパイオニアであり、ETC は燃焼、ガス化、バイオリファイナリー技術を研究対象とする再生可能エネルギー、研究発展センターである。リナーンデションとエメリエールスティグは、 ピーテオで2005年のオルディックスキー世界選手権、女子個人スプリント優勝を祝った。地元のサッカークラブであるピーテオイフは、スウェーデンリーグディビジョン2に在籍している。また、女子部門であるピーテオイフレディースチームは、国内最上位女子、サッカーリーグであるダームアルスベンスカンでプレーしている。アイスホッケーは、ピーテオで非常に人気のあるスポーツであり、地元のクラブピーテオ HC は、 スウェーデンサンブリーグでプレーしている。クラブはこれまで NHL やアイスホッケースウェーデン代表に多くの好選手を輩出してきた。有名な選手としてはトマス・ホルムストレム、ミカエル・レンベリ、マティアス・エフルンド、ラルス、リンドグレン、ステファン・パーション、ヤン・サンドストレム、マッツ・ラ・バンデルなどがいる。モンクスン・スカサム SK レディースチームは国内最上位女子、 アイスホッケーリーグであるリクスセリエンでプレーしている。レベッカ・ステンベリはピーテオからアイスホッケースウェーデン女子代表に選出された初めての選手となった。クロスカントリースキーでは街にはピーテオエリートというクラブがあり、リナ・アンデションやマグダレーナ・パヤラ、ハルロット・カンラといったスキーヤーを輩出している。ピーテオに本拠地を置く他のスポーツクラブとしては サッカークラブのストルフォルスアイクやモンクスンスカサム、SK がある。ありがとうございます。